年末納会を開催いたします。おなじみの向谷実さん、スーパーベルズ車掌 DJ 野月貴弘さん、ダーリンハニー吉川雅宏さん、斜め45度岡安昭義さん、そして鉄道大好きマネージャーホリプロ南田祐介さん、私久野智美によりますトークショーを開催してまいります。どうぞ皆様最後までご乗車よろしくお願い申し上げます。開演にあたりまして注意事項を申し上げます。イベントステージ中はニコニコ生放送での生中継を予定いたしておりますので、皆様の背中もしくはお顔が映像にご乗車する場合があるかと存じます。もし顔出し NG という方いらっしゃいましたら、お顔をその時はそっと横に向けていただけましたら幸いでございます。なおステージ中、カメラ、ビデオ、携帯電話での音声収録、動画収録はご遠慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。それではまずはこちらからお楽しみいただきます。日本鉄道と東華聖書、皆様ご唱和ください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ日本鉄道と年末納会ということで、皆様どうぞよろしくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。いや、ね、たくさんお客さんにね、そうですね、いらしていただきまして、はいはい、副総裁、そしてあの青年局長、どうですか、こんなに島民がいつの間にか増えました。そうですね、島民というか支持者ですね、支持者の方々神奈川選挙区のね、はい、いろんな神奈川、そうです、表現をね、これ、はい、もしかしたらって思っちゃうじゃないですかね、はい、もしかしたらって思っちゃいますよね。まあ、架空の政党、日本鉄道党というのをですね、はい、あくまで冗談でございますね、これから展開されることは冗談でございます、はい、冗談でございます、はいはい、本気で、はい、あの我々このおよそ1時間のお時間を、はい、こちらステージでいただきまして、はい、あの我々の活動をですね、はい、ちょっと皆様にご報告していくというような時間となっておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあそれでは改めましてご紹介をさせていただきましょう。スーパーベルズ車掌 DJ の野月貴弘さんです。よろしくお願いいたします。総裁の野月でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうすでに、はい、野月コールもいただいておりますけれども、はい、はい、副総裁ということで、そうですね、本日はよろしくお願いいたします。はい、さあそして青年局長、南田祐介さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ユースケコール来てますけれども、はい、サラリーマンです。私サラリーマンでね、私の担当マネージャーでございます、はい、サラリーマンで、はいはい、今日ちょっと上司が見てないことを祈るニコ生でやってますから、全世界配信ですよ。ニコ生で、はい、皆さん気をつけてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてホリプロアナウンス室女子鉄アナウンサーの久野智美です、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ね、はい、女性党員ということ で、 そうです、ね、ちょっとブルーしてこようかなとも思ったんですけれども、はい、ちょっと黒でシックに決めてきました。そうかそうか、はい、ね、あの戦闘服でね、戦闘服に、はい、しようかなと思ったんですけれども、ね、緑のね、はい、何かと英語使わないでくださいね気をつけますね、何かと英語使わないようにね。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、さあそれでは
冒頭にもですね、私があの影ナレーションで、はい、皆様にご紹介をいたしましたけれども、日本鉄道党といえばこの方ということで、我らが総裁にご登場いただきましょう。向谷実さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー盛り上がってますね。総裁、はい、いやーもうこんなにたくさんのお客様に呼び出していただいて、ごめんなさい、あの平日の5時にこんな集まるということで一部この地域の経済活動が停滞してるんじゃないかな中にはですね、さっきここで言いましたけどね、ちょっと、はい、ちょっと今日あたり神奈川あたりに営業行きたいんだよってで、ホワイトボードに、直帰って書いてる人も、ね、今日はいつになく、はい、ネクタイの方が多いので、そう多くいらっしゃいます。出る前に後ろで聞いてたら日本鉄道党の島民って言われたから、俺は島なのかなと思った私違う、日本鉄道党ですか。党なの、党員、党員、党ですからね。島民の皆さんって言われたから、アイランドじゃない、アイランドじゃなくて、なんか東海汽船に乗ってると八丈島の先に鉄道島っていうのがあって、そこがなんか無人島ですごいスキューバダイビングがすごいみたいなちょっと待ってください、新しいです、ね、それできちゃった、それいただきですね。でしょ、いただきです。鉄道島、鉄道島だから東海汽船の終着駅がなぜか鉄道島だ、鉄道島だからほら今ブルトレもなくなっちゃったけど、あののんびり走るね、はい、あのお船には寝台できるじゃないですか、はい、ああそうかそうか、ね、寝台で行く鉄道島への旅ってどうですかねこれ、企画として。東海汽船の方ご覧になってますか今まで東海汽船の方いい、意外と多いと、ぜひお願いしたいと思いますけどね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。向谷実さんです。よろしくお願いします、はい、さあそして、はい、今回はですね、この日本鉄道党に、まあ、党員としてご参加いただけるのか、ちょっとそのあたりも探ってまいりたいんですけれども、ね、はい、新たな仲間をね、はい、お越しいただきたいと思います。ダーリンハニー吉川雅弘さん、そして斜め45度岡安昭義さんです。どうぞ。どうも、はい、どうもよろしくお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。どうも、太田プロの星野源、ダーリンハニー吉川です。あれお願いします。大きく出ましたね冗談です、ごめんなさい、ね、はい、ご挨拶しますか。よろしくお願いします。今日はちょっとね、はい、ね、おかっちときました、はい、来ました、はい、ねえ、ね、なんかビッグフォーから新しいメンバーを、はい、みたいな今触れ込みでやりましたけど、はい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 、しょっちゅう一緒じゃないですかこれまあ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 去年もやりました、ね、去年もね、あるいはね夏にね夏にもやったじゃないかっていう、これは爆笑鉄道バラエティショーのメンバーで爆笑バカイが笑わない、あれやりにくかったよね、あれね、頭に爆笑ってタイトルがついてるんでものすごい緊張しましたけどね、あれとはまた違うんですね、今日はね、今日はちょっと違います、今日はね、切り口が全然、はい、全く違いますから、ね、はい、だからちょっと我々はね、はい、その鉄道島にちょっと入れていただきたいなということで、はい、今日は、はい、あれね、やってきたんですけども、はいはい、いや考え直した方がいいんじゃないですか、いろいろ公式行事多いよ、いや、そうだ、公式行事がね、もう爆笑とかいろいろ公式行事出てますよ、それ、いや、楽しみにしてきました、今日皆さんよろしくお願いいたします。じゃあそれでは皆様ご着席いただいて、ご着席をいただきまして、ちょっとですね、業務連絡なんですけど、ニコ生のモニター画面の上がほとんど切れて見えないので、ちょっと業務連絡少し画面を下げていただくとですね、大事なコメントが上全部消えてですね、ああなるほど、何も見えないと、推測しなければならないよね、業務連絡一番上のラインが見えないんですね、今上のライン、業務連絡、それはどうしたらいいのかな、上のラインこっちですか、なんか多分ですね、はい、画面をちょっとだけこうスクロールしてあげれば、なるほどですね、担当者いらっしゃらないんでしょうかね。おまけに今日ライトがすごく強くてですね、はいはい、もう私がですね、もうその逆ですね、その逆ですね、もうちょっとですね、これでいいですか、やりすぎです、やりすぎです、もう一つですね、はい、はい、こんな感じで調整をさせていただきます、もう本当にね、亡くなってしまったマシケを思い出してしまうような、いやいや、頭がそう見えてしまいます、総裁そのお話は通過ということで、はい、調整、それではですね、はい、最初にですね、この日本鉄道
道棟とはですね、はい、初めての方もいらっしゃいますので、はい、そうですね、ちょっとこの画面を使いましてですね、はい、どういうものかをですねちょっとご説明をしていきたいと思います、はい、お願いをいたします。一部ちょっと詰めてお詰めいただいて、こうやった方がいいかな、こうやって総裁が、だから、ね、総裁は総裁はおかけください、総裁はおかけいただいて、総裁はおかけいただいて、総裁はおかけいただいて、私と南々が、ちょっとやらせてもらいますね。モニター見えますかね、はい、ですからちょっと横にずれていただき、はい、モニターをちょっとご覧いただける位置に、はい、そして皆様ですね、見えますか、個々人で写真撮影したものをお楽しみいただくのは一向に構わないんですけれども、はい、一部ちょっとこう使ってはいけない画像等々が、そういうことではない、そういうことではないですが、はい、拡散されると困るものがあるとです、ね、いうことですので、はい、皆さんこっから先はですね、そうですね、島民の皆さんは島民、島の支持者、支持者、支持者の皆さん、島の人になっちゃうから、支持者の皆様は、はい、この場限りでお楽しみいただくと、はい、いうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは中央のモニターをですね、はい、PC 画面にスイッチの方お願いします。はい、はい、お願いいたします。さあ、出ますでしょうか。はい、日本鉄道党。日本鉄道党。日本鉄道党ね。はい。これ我が党のロゴマーク。こういうロゴマーク。ロゴマーク。すげーな。すごい。ロゴマーク。乗車率高い。国民のね、皆様と、うん、この釣り革と。はい。はい、ポイントなのはこの床下機器がですね、ちゃんと。これ床下機器。これは床下機器。これは、これは空気タンクです、ね。これ、元空気ダメ。元ダメ。元空気ダメ。まあ、これで抵抗器。抵抗器ですね。はい。これは本当のこの日本の鉄道事情をね、これ一つの絵で表してますね。そうですね。釣り革のね、数と人の数が合ってないと。はい、つまり、大変混んでる電車がいっぱい走ってる国でもあると、まあ、そうですね。それを打破すべく、打破すべく、しているということですね。そういうこともあるかもしれないですね。はい。はい、結構混んでますね。混んでますね。乗車率がすごいですね。はい、なるほど、なるほど。100%で、メンバー紹介ですね。はい、メンバー紹介。はい、総裁が、組織図。組織ですね。組織図。組織図、寂しくないですか。組織図。そうですね、シンプルにいこう。これですね、はい、ちょっと4番目ちょっとかわいそうじゃない、女性党員肩書きが何か、ね、黒沢一応平野さん婦人部部長とか、あ、婦人部ね、婦人部部長、婦人部部長、日本鉄道と婦人部部長とか、婦人部部長にしましょうね、貫禄が、婦人じゃなかったらなんだ、女子部部長とか、女子部部長、女性部ね、なんだ、全然婦人の婦人の年齢です、大丈夫です、女性党員とかかわいそうですよね、ちょっとこれちょっと今総裁からね、ちゃんと、次の話がありました。これはあれですか、総裁選みたいのはあったんですか、これ今総裁選みたいなのはね、これはね、無投票当選、無投票、無投票、そうなんですか、ご本人知らないうちに我々が決めていたというですね、そういう出来事ですね、ある意味前回一致で、前回一致で可決されたもの、はいはい、これくしくもニコニコ町会議の、はい、3年前のニコニコ町会議の、まあ、帰り道ですよね、帰り道で歩きながら決めたという、歩きながら僕らで、そういう企画になりました。海浜幕張があまりに混んでいたので幕張本郷まで歩くその道中で勝手に総裁に、はい、今初めて聞いたそれ、してしまっていたというそんなことがありましたよ、はい、大変失礼いたしました。はい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 、はい、でそして、ですね、これはですね、はい、ニコニコ町会議でですね、我々向谷さんの、はい、超鉄道、ブース、超鉄道エリア、はい、超鉄道エリア、はい、プロデュースドバイ、そこに私ども呼んでいただいて、はい、いろいろやらせていただいたんですけれども、はい、その際にですね、はい、なんと現役の大臣でいらっしゃいます石破さんが、いや、このステージにわざわざ上がっていただいてですね、ちょうどこの京阪電車の前でですね、パフォーマンスをしていただいたと。これ本物出てきちゃうとややこしくなりませんか、これ。どういうこと、これ本物です、本物です、本物がいらっしゃったんですよ。思い出した、急に。それね、急に思い出した。この間別なイベントで石破さんに会ったんですよ。まだ党員になってませんけどって言っといたんですけど、ややこしいな。その時にあまり否定しなかったから、まあ今の現在の党における立場がよく分かりましたね。まあ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 、ちょっと一旦通過いたしました、ね、はい、その翌年も、はい、翌年もこれ見えてですね、そうですね、翌年も見えて、この本ね、満面の笑みなんですけども、ご注目いただきたいのはね、はい、こちらにお持ちの、はい、これ何か持っていらっしゃる、これ野月さんが渡したんですけれどもね、はい、何をお渡ししたかというと、はいはい、我々のこちらの
選挙レールバス。選挙レールバス。選挙カーを。選挙カー。ああ、いい。ね、選挙レールバス、はい、すごい。河川注意、河川注意って何？これはじゃあ、そうですね、皆さんちょっと待って、ちょっと落ち着いて落ち着いて、はい、さっきからこれ冗談だとか言ってますけど、ここまで来ると結構やばいっすよ。そう、冗談、冗談、ね、はい、結構リアル、はい、冗談、冗談、壮大なコントです、壮大なコントです、壮大なコント。うちらは、はい、うちらはその向谷総裁をですね、はい、いわゆる衆院選に出馬いただくということで、はい、我々、応援演説をですね、はい、まあ、しているという状況でございますね。これはレールの上しか行けないってことですか、これは。そうです、これはレールの上しか演説するときは結構遠くなっちゃったりする場合もあるんですよね。おっしゃる通りです。そうです、そうです、はい、それが日本鉄道党なんです。相手のね、側線とかにね、側線に置いて、まあ、そもそもね、河川があるとダメですから、河川注意書いてありますけど、電化されてる路線は行けない。そうですね、非電化区間のみ、非電化のみ、非電化区間のみで活躍する選挙区間。これはでも関東近郊だと久留里線と八甲線、八甲線なんかね、あの辺かな、八甲線、八甲線あるいは、あれは、ね、渡り線を通って、あれですね、小湊とかも行っちゃいます。いやでも鉄道の線路の上を選挙か選挙車両が走ったらウケるよね。はい、そうそうそう、はい、ね、もう飛行機、多分ヘリじゃなくて、みんな来てね、取材も来るし。そうです、そうです。向谷実、向谷ゴー。あ、でもディーゼル結構音うるさいから、かなり完成形の。これいすみ鉄道さんぐらいだったらやらせてもらえるんじゃないですか。マジラッピングで、これこれラッピングでね、ラッピングで、ラッピングでシャレですよ、シャレですよ。それ最後のお願いに参りました。向谷実でございます。終電でね、土曜日の19時ぐらいですね。土曜日の19時ぐらい、本当の最後、土曜日の19時ぐらい、日本鉄道と向谷実みたいなね。ちょっとウグイス嬢やって、それやらせてください。最高だね。白手袋でこうやってやっていただいて、ここ手を振りたいですね。でこれをですね、はい、でこれがですね、向谷総裁が、はい、まあ、ご出馬なさったということでですね、はい、まあ、選挙が始まったということ、始まったと想定しまして、想定で、はい、なんとこの辺からちょっと、これちょっとニコ生アウトで、ニコ生ちょっと画像をよく、ニコ生アウトしていただいて、ニコ生ちょっと横に、ニコ生の映っちゃったんですよ。ニコ生ね、映っちゃったよ、もうニコ生バッチリ、ニコ生ちょっと映らない、これ外してください、これちょっと、ニコ生のニコ生のカメラを、もしよろしければ、はい、はい、だから映す前にニコ生ダメって言わないと、それ、そうですよ、総裁と、はい、吉川さんと岡安さんにしていただいて、もうめちゃめちゃだもん、もうこれはですね、はい、人工鉄、これ何ですか、皆さん、人工鉄、これはちょうどその日曜日に、はい、開票特番、開票特番、はい、ね、はい、開票特番でですね、できますね。我々石破大臣と、ニコニコ超会議で、まあ、連携をするということですね。連携をするというような、自公鉄でですね、はい、過半数を上回った時のバカじゃないの、これ自公鉄、これ何作ったの、これ、わざわざ、これ誰が作ったんですか、この画像、南田さん、これ、いや誰でしょうね。南田さんだな、絶対南田さんだ、ちょっと仕事してる、自公鉄、自公鉄で、自公鉄 で、はい、鉄, で鉄はどれぐらい取ったんですか、鉄はね、議席1ですね、1です。議席1限られてる、議席1獲得したと、自公はよくね、自公はもう自公でもうだいぶもうこれで随分過半数いってるんですけどね、よく自公鉄でね、そうです、連結政権ってことでしょ、連結政権、連結政権、連結じゃないですね、まあただ自公鉄って言いたかっただけです、自公鉄ですね。そうね、意外とね、維新も結構取ってますけど、そこはいい、そこリアルにしないで、そこリアルなやつです、はい。そしてはい、そんなか混乱してるとこう、ね、新幹線の中でもですね、はい、まあ、速報が、当確が出た、当確、これニコ生見てる人に見せたい、これ見せたい、これまあね、こう、これはいいんじゃないですか、スクロール中ですからね、だから途中で切れちゃってた、ちょうどこの嫌みのるって嫌だよね、俺これ嫌みのるってところ、向谷実る鉄道と新人当確と、これダメか、見せちゃう、これダメか、そうですよ、これもダメ、これちょっと本当さ、冗談じゃなくなっちゃうよ、これ N700 の車内をイメージしてください、当確が出たと、いうことですからね、はい、で政府専用列車、政府専用列車ですね、これいいじゃないの、別に映しちゃったけど、これいいじゃない、じゃあこれニコ生さん、じゃあちょっと政府専用列車、政府専用列車、
政府専用列車新幹線ですね。政府専用新幹線ですね。こちら。これ総裁が乗ってる。これ総裁が校長さん。これ何両編成の予定ですか。これは7両編成です。これは7両ですね。7両。あ、じゃあドクターイエローと一緒。ドクターイエローと700系。これ1議席でこんなにしてもらえるんですか。すごいですね。これはね、連結強いですから。確かに座席めっちゃ余ってますよね。これあのいやでもどう見たってこれ普通車だよねこれね。防弾とかも何これあの防弾になってます。防弾になってます。防弾になってます。あの我々 SP とか記者とかも乗れるようになってますね。なるほど。あとね新幹線だけじゃなくて新幹線だけじゃなくてあの京急でも京急車も方向幕がセーフジャパンになってるし、ここはちゃんとね。抜けてますから。ジャパンになってるわ。ジャパンと。何をしてんすね。まあジャパンね。専用ジャパン。ジャパンブルートレインと呼ばれる。ジャパンブルートレイン。ブルートレイン。これは羽田に行くときとかどこでそうですそうです。そうです。羽田行くときにはこれで行っていただくと。なるほど。うちらの東本部五反田にありまして、向井さんの会社が音楽館さんですね。向井さんの会社五反田なんですけども、したら。東本部から直で浅草線を経由して空港まで行く浅草線でね、いいなこれということに。でも浅草線一回尖閣寺まで行かないから一回戻して行かないから。なるほど、尖閣寺折り返しですから、成田バージョンも成田も行けますからこれ。成田もそうですね。確かに向こうまで行っちゃうんですバージョン。まあ、ということでね、これじゃあ、はい、改めてもう一回説明しますと、はい、これは甘党ですとか、はい、辛党ですとか、そういった意味の日本鉄道党なので、これ政治活動ではございませんので、あくまでギャグです。あくまで、壮大なコントです。その程度の党であるということ、そのあたりの感覚であるということですね。だから党はうちのですね、日本鉄道党のじゃマニフェストがですね、ありますので、ちょっとご覧いただきましょう。ちゃんとしてる。これはね、まずは10月14日を祝日にする。これはね、これはいい。鉄道の日。これはいい。でもこれ早速実現しましたね。これね今までこう祝日だけだと思ったんだけど、この日はね乗車券がフリーの日にしよう。あ、いいですね。日本の人がみんな10月14日には全員鉄道に乗りましょう。なるほど。あ、すごい。これちょっとアイデアですね。これちょっとアイデアですね。まあ京浜急行だけでもやってほしいよね。10月。そうですね。京急さん、京急さんお願いします。ご検討よろしくお願いいたします。これはいいですね。いいマニフェストだな。これは前向きにご検討いただきたい。次はこちらですね。鉄の字を常用漢字にすると。そうですね。こっちね。失わない方ね。鉄をね、これ各鉄道会社さんでですね、この字を用いられているところがですね、いくらワードでやっても出てこない。出てこないですね。なのでこれを常用漢字にするという。なるほど。いいですね。大井川鉄道さんとかですね。あとはブルートレインの廃止に関しては、国民の3分の2のが賛成が必要と。これは。いうことでですね。でもこれはね、でもこれもう遅いんじゃない？遅いですよ。間に合わなかった。間に合わなかった。法案がまだ通らなかったんですね。今から青に塗っちゃえばいいんだよ、いろいろ。青い塗色の車両とするという。サンライズとかもね、塗っちゃって。でこれね、の時にこうやってさんなさいましたけれども、こちらですね。こちら。釣りかけ減税。釣りかけ減税ですね。釣りかけモーターを使うとですね、減税になるというですね。ただエコかどうかと聞いたらちょっと疑問ですよ。エコは。いや、もともと釣りかけ走らせてるとこが利益出てないとこ多いから減税のしようがないんじゃないのこれ。そうですね。まあ補助金じゃないですか。釣りかけ補助金。補助金で、これは国から補助金が出るわけです。なるほど。あ、分かった。儲かってる、例えば山手線なんか走ってる JR 東日本はちょっと減税したくなったら釣りかけの山手線走らせる。あら、あたね、すごいな。そうしていただければ夢がある。いや、それいいよ。タリラリラッタン、タリラリラリ、タリラリランラン、タリラ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 リ、ドアが閉まります。ピロンピロン、始まっちゃいましたね。ミーこれ山の上に乗っちゃった。ミーオーミーオー。でも、新宿代々木だったらもう終わりだった。カラカラ言ってる、カラカラ言ってる。ミーオー、総裁しっかりしてください。総裁、次は五反田。総裁、
オフィスを。総裁、水、水、喉が。ごめん、急にエアトレン大会になっちゃいましたよ。総裁、やっぱり、釣りかけは、蛇行に入ったとこなの、腹ほろ切られが。あれがね、やっぱね、日本人の、いろんな意味での歴史を勉強するために、一編成だけ釣りかけの山の線入れてるのはいいと思いますよ。一編成ならね。でも、リアルになってきましたね。というようなね、言葉を。はい。ということで、2016年、今年いろいろありましたが、日本鉄道と、ここから先大丈夫ですか？ここから先は、ここから先、ちょっとずらしといた方がいいですか？ちょっとずらしといた方がいいですか？ちょっとずらしといた方がいいですか？ちょっとカメラオフで。ちょっとカメラオフで。ここから先は。はい。ちょっとカメラオフで。総裁と吉川さんと岡谷さんとメインに、はい、いただければと思います。じゃあちょっとリアクションで、こっちですね。リアクション、リアクション芸人。リアクションしますね。リアクション、リアクション党員でお願いします。リアクション党員。やらせていただきます。女性党員と同様にふわっとしてますけど。それで、つい先だって、今年の漢字というのが、発表されましたね。発表されましたけどね。あれ、実は鉄道と絡んでまして、うちらちょっと強くプッシュしたんですよ。そうですね。なんでしょうか。はい。今年は、これ、金ですよね。金ですね。金ですね。はいはい。こちら。金沢文庫の金。いや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 。はみ出してますけどね。金だったの？はみ出してますけどね。はみ出してますね。これ全部書かれてちょっと停止、ホームに入らなかった感じ。字体も寄せたけど、間に合った。間に合った、全然。あんな感じだったね。字体は寄せましたけど。あとこれぐらいも写してもいいでしょ、これも。何がダメなの？これ一応。ダメなの？ドアカットね、ドアカット。で、あとはこれね。もちろん金沢八景、金沢八景、これ我が党が押したんですね。清水に押して、あともこちらもですね。小金町、小金町、そうきましたか。これ忘れちゃいけないですよね。忘れちゃいけないですね。あとはね、今年こんな大きなことで言ってね、このアメリカ大統領選挙がありましたね。アメリカ大統領選挙がね。選挙結果が日本に及ぼす影響というんですね。そうですね。鉄道で検証してみましたが、こちらトランプ氏に。はい、なりまして、トランプ政権が生まれました。こうやってね、ヒラリーさんと戦って、いろいろこうね、均衡だったんですけども、最終的にトランプさんがね、勝たれたということでですね、これよくニュースご覧になってた方はね、目になさってたかと思いますけれども、トランプ氏の専用機、専用機頻繁に出てきましたね。これがね、結構ね、これで移動なさってたんですけども、実はトランプさんももうですね、日本に専用機をもう作ってらっしゃった。作ってらっしゃるという。いや。これどこに作ってたかというとですね。はい。まずこれですね。鹿島臨海鉄道。鹿島臨海鉄道。これもう色がもう一緒ですね。色が一緒ですから。どこ先取りしてますからね。トランプさんどこ行くつもりなんですか。トランプさん。いやもう鹿島臨海ね。もうお魚市場とかね。お魚市場。視察するわけ。大笑いに。大笑いで。大笑いで。あんこ鍋食べに。あんこ鍋食べに見えるときにこれをつけてね。そうですね。でこれね、もうこれもう超えるともうほらトランプさんもこれトランプ。なんもね。これトランプ専用の。トランプ氏専用のこれ。じゃあ茨城空港に降りるの、そしたら。茨城空港です。まずトランプ、まず専用機で茨城空港降りていただいて、なんとか頑張ってこの列車に乗ってもらって。そうですね。で鹿島スタジアムあたりでサッカー見ていただいて。そうですね。それもいいですね。すいません、これも映しちゃダメな映像でした。これ一応まだ。これ一応。これもダメなんです。基準がわかんない。あとね、まだこれもありますね。まだありますね。若干引きで映ってるんです。これも、これは配色が類似していると。そうですね。配色が類似して、これ、東北新幹線ですね。東北新幹線、E2系ですね。E2系でございます。これも、こうするともう。まあ、こうするとね。もうトランプ専用。トランプ氏専用。専用の山彦。はやぶさじゃなくて、これ山彦だって。山彦。実績のある E2 系で。E2 系でやるっていうとね。トランプさん、ユーザーの皆さん、これなるべく写真撮らないでくださいね。そうですね。皆さんでも作れるクオリティです。安心してください。これ忙しい人は作ってますから、これね。で、またはですね、はい、こちら、これね、これはちょっとありですね。これもね、山形方面、これもトランプ、これもまあこれね、もともと航空機っぽい色合いですからね。はい、まあ歌舞伎などと言われています。あとはまあ僕はね、僕はこれが一番本人的にも合ってるんじゃないかと。黒船でね、アメリカだよこれ。アメリカ、アメリカ、上陸した。これもやってんの。
これもね、はい、これもトランプ簡単だな。伊豆急トランプってなってる。伊豆急トランプ。これは無理があるでしょ、ちょっと。伊豆急トランプ。これはね、今ね、初日の出号で、はい、ね、アクセスできるようになってますけど、これ東京乗り入れ OK ですよ。そうですね、確かに。そしたらもうこれはもう、はい、だから下田まで船で来てもらって下田から本物の黒船じゃないですか。まさに来航、本物の、はい、ペリーじゃないんですよ。来航してもらって下田まで。人は小座敷じゃないんですから、はい、それから、ね、日米関係をね、緊密にするにはそのぐらいやってもらわないと。そうですね。で、あとはね、はい、これもちろん京急もね、はい、2100万円もこれもホワイトハウス行きじゃないの。対応するとホワイトハウス行きじゃないの。ちょっとこの辺になってくるともう夜も更けてたので夜も更けてたので中が雑です。クオリティもこんな感じ。もう見せてもいいじゃないの。まだダメなのね。まだダメなの。ごめんなさいね、皆さんね。あとほら、トランプタワー、トランプタワーもね、これも有名ですよね。これ有名だね。不動産王ですから、いろんなね、タワーを持ってらっしゃって、まあ、ここに、ね、住むことが一つステータスとも言われてましたからね。はい、これがもしあのね、はい、日本の、はい、にもトランプさん進出なさるとですね、はい、どうなんですか。これ東京駅ですね。東京駅です。何どうすんの。やめてくださいね。やめてよ。雑。トランプタワー。あのね、南さんもはみ出しちゃってるから。あんまり関係ないと思うよこれ。確かに。あんまりタワーでもないし。そう。タワーでもないし。ああもう。あ、文字庫。文字庫駅。あ、やめて。文字庫駅も。やめて。ああ。トランプタワー。台無し。かっこいいな。あ、台無しだもんこれ。あとはあのね。あら、カビオ。どうなのこれ。もう神王かと。しょうもトランプタワー。どこでもつけるな。あとはねこれ、はい、ああ真岡鉄道。真岡鉄道、真岡鉄道のね、雰囲気ありますね。真岡駅ですけれども、そうですね、これも真岡駅はちょっとトランプタワー。意外とこれナンバープレートみたいな。意外と一番ハマってしまった。意外とハマってます感じします。あとはこれあらこれ宗谷本線の下沼駅、秘境駅じゃないですか。秘境駅として有名なこれ、ね、はい、貨車の駅ですけれども、はい、これもトランプさん、はい、嘘だタワーでもなんでもそんなはずはない。これでも何個か上に積み上げてほしいですね。どうせならね、貨車をね。これは何をしてるのということですね。買収したのこれでね。これでトランプさんが、はいはい、まあいろんなね、はい、積極的な発言だとかパフォーマンスなさったんですけれどもね、はいはい、これちょっとフレームを変えると、うんうん、ちょっと鉄道っぽくなるっていうのをね。ほう、まずはこちらですね。はい、こちら、フレーム、フォトフレーム、フォトフレームなんけどこれ。皆さん、ノーツイートでお願いしますよ。はい、これノーツイート、はい、緑の窓口から、はい、緑の窓口で接客してる、はい。トランプさんね。トランプさん。あるんでしょ、じゃあ右側にあるんですね。じゃあこれは危ないです。お客さんどちらまでっていう感じで。どちらまで。どちらまで。指定席がないって言ってます。ね、満席だと。満席。満席。あ、確かに。あとはですね。はい、こちらですね。こちら。なんで岡山市で。これ運転体験をなさってる。運転体験。運転体験をなさってる。指は合ってますね、はい、確かに看護してます ね、 確かにね。あとはですね、左手で、はい、出発式出発式はこれは出発式をされた。金色の列車には似合いますね。そうですね、JR 九州さんに全力で謝ってください。あとね、あとは、はい、案内もなさってますね。案内もなさってる、はい、籠原駅。次の籠原駅は普通に言ってるのは指が10だから本、ね、すごく聞こえますね。というような2006年だったんですけれども。いや違うでしょ。2016年だから2016年、はい、でちょっとね、はい、法案に関してもですね、はい、法案に関しても我が党はいろんな法案を出してます。これまだ映せない、映せない、これは。あ、じゃあ映しましょう。映せます。じゃあニコ生の皆さんごめんなさいね。これも映せない。これも映してない。これも映せないんですか。これも映せない。あ、映せない。これグリーン車導入法案っていうのはね、なぜ今日中継入れたんでしょうね。ごめんなさい。ユーザーさん申し訳ありません。皆さんの妄想してください。後ほどね。これ昨年このステージでですね、グリーン車導入推進法案ということでですね、はい、まあ中央線にグリーン車入るということで、はい、まあこういう感じになりましたけれどもね、はいはい、まあ、それ以外にもこう埼京線にも入れた方がいい。おー、帯がね。あるいは京葉線。京葉線。確かに。南部線。南部線か。南部線と思わせて
南武線だ。これ見たいな。あとはこれは南武支線。支線。南武支線。南武支線。何両になるんですか。南武支線。南武支線に。あとあの青い森。青い森。青い森鉄道に入った。青い森さん見たいな。かっこいいこれ。これ見たい。青い森さんいい。ウォーリーが側面に。あとはね特別割引法案をですね、はい、入れて。はい、こちら乗りすぎ割引っていうですね、乗りすぎ、乗りすぎですね、確かにこれあの10線区を超えるとですね乗りすぎで割引になるんです。乗りすぎっていう、本当に乗りすぎですね。でとかこれ向井さん、あとあのロングシート割引、あわロングシート割引、ロワリって書いてありますね。ロワリ、クロスシート部分のご利用はできません。それ誰が確認するんですかそれ。そう誰、あいつ乗ったなって、もうそれは性善説のやつだというね。あとは国立鉄道大学を作ったらいい、はい、センター試験に鉄1、鉄2、鉄1、鉄2、ね、とか、まあ、こういうのをね、はい、あの法案を出したんですけれども、はい、今日はですね、はい、吉川さんと、はいはいはい、岡谷さんもですね、まあ、ね、法案を今日は、まあ、持ってきてくださった、引っ提げて今日いらっしゃって、これ大丈夫なの中継は。これ中継大丈夫、中継大丈夫、どうもニコ生の皆さんすいませんね、本当にね、大変申し訳ございません。本当に申し訳ない。もう今日は南田さん暴走気味なんですけど、理由分かってるんですよ。なんでかってみんなにですね、4時に来れない人は先に打ち合わせするからねって4時半に来た人です。僕らずっと待ってましたもん、ものすごい待ってました俺。あの一斉メールで慌てすぎて、あの作ってる途中のメールが来ましたからね。まるで遅れてまして、てん、なるほど、ね、みたいな。そっから先ないっていう、でもこれを作ってたんでしょうね。これ作ったんですね、最後までね。これで遅れたんだ。はい、はい、こちらまずはですね、さあさあ、じゃあまずは、吉川先生、吉川先生、先生になってる、吉川先生の、はいはいはい、法案を、吉川先生、太田新聞、四谷の太田新聞、事務所があるから、はい、太田プロさんですね。ありがとうございます。はい、四谷の、まあ、僕もちょっとね、党員にならせていただきたいなと思いまして、はい、いくつか考えてきましたので、はい、じゃあまず一つ目いきましょう。はい、あ、もうね、ざっと最初考えたのはね、あのこれなんですよ。はい、3つほど最初考えまして、一つがですね、鉄道名車両動態保存法案。はいはい、そうです。これは ありがとうございます。僕は本当にね、ちゃんとやりますからね、皆さんね、メインはすごいちゃいます。さっきのトランプみたいなことはやらないです。やっぱりね、はい、鉄道の名車両っていうのは、どうしてもやっぱり保存したい、それも胴体保存を僕はしたいなと。胴体保存にこだわられてる、生体ではなく、なのでやっぱ国民の3分の2が賛成した名車は胴体保存できるっていう法案を作りたいんですよ。なるほど、ね、これはいいですね。例えばどういった、でだから485系いいでしょう。いいでしょう。多分3分の2もね、あと胴体保存、胴体保存します。 5% とかね、 5%583系、そう、2位はすごい、140、そうそう、もういっぱい、もうそう、皆さん、はい、もう全部保存しましょう、それはね。なんか朝一みたいになってますよ。キハ40、キハ40、キハ 40, キハ40。次ないか、次ないか。はいはい、ね、ニコ生の皆さんもね、もうこれ、はい、もう全部がね、これ、はい、名車だと認められれば、生体保存じゃ嫌なんですよ。確かに胴体保存にこれが意味がある。そう、もう一両でもいいですから、はい、すごいな、ね、絶対、はい、あのね、これは保存してほしい。あとデジタル胴体保存ももちろん、ね、向井総裁にプロデュースしていただいて、その技術をお持ちですから。素晴らしいですこれね、はい、そうですか。ただこれもうちょっとね、これね、はい、修正法案を出したいですね。修正法案、やっぱり名車を胴体保存する場所が大変ですから、はい、先ほども言いましたように、はい、必ず1編成は残して走らせると、はいはい、つまり4パー号だったら4パー号が必ずどっかに1個残ってたらいい、はい、ああいいや、そうですね、そうしないとですね、胴体保存だんだんおかしくなってきますからね。確かに場所の関係とか、あ、じゃあそれは修正法案を提出いたします、はい、なかなか素晴らしいと思いますね。必ず名車は動かしてい かなければいけないということですね、はい、そして次の、はい、次の法案はこちら、かぶりつき席設置義務法案。これ義務法案、はい、これ強いですよ。義務ですね、これはもう、これは京急にもね、運転席の下、後ろにもう真横にあるじゃない、ね、真後ろにかぶりつき席があるじゃないですか、はい、あれをもう全車両につけなければいけないっていう。なるほど、なるほど、これは鉄道会社に義務を課すと、はい、そうです、国から全国の鉄道の
車両につけなければいけない、はい、なるほど、つけてほしい、もしくはかぶりつき専用釣り革とかですね、あの東武さんの8000系みたいなね、あそれでもいい、はい、一本だけピッてあるいいでしょうね、いいでしょう、できればお願いしたいなっていうことですね、どうですか総裁、これはこれはこれいいと思いますけどね、いいですか、ミニもどうですか、ただあのかぶりつかれる運転手さんの身にもなっていただきたいこれ逆にね、あのですね、これはあのかぶりつき大賛成なんですけど、はい、その逆にかぶりつきのあの不審な動きをしないようにモニターがついてると、はい、つまり私はあの大人のかぶりつきをね推奨しておりましたけど、そうそうそう、やっぱり世の中マナーが大事ですから、はい、で例えばですね、あのよく、はい、サッカーの試合でもですね、はい、あまり変な応援すると出入り禁止になるじゃないですか、はい、やっぱいわゆるね顔の識別センサーが駅についていて、あかぶりつきに座ろうとするとあなたのマナーは座れませんってこと出てくるとかなるほど、まあ、それによってですね、あの持ちつ持たれつでいいかぶりつきになるのね、さりげない運転さんも研修の時にもうそのかぶりつきの研修を一回やっとけば、もう慣れとけばそうだ、ね、なるほどなるほどなるほど、かぶりつかれるっていうことをね、もう研修を運転手さんね、聞こえるらしいんですよ、ここでごちょごちょ、いやらしいですね、全部ほとんど聞こえちゃう、ね、ちょっと今のさ、はい、基本制度なってないんじゃないなんてそういう聞こえちゃダメですからね、厳しいそういうのはないくてね、あとはですね、もう一つですね、はい、もう一つ、ですね、はい、鉄専用車両導入法案っていうですね、これはまあ、女性専用車両があるじゃないですか、はいはいはい、で、それってまあ男性専用もあればいいじゃないかとか、いろいろまあ用意はありますけれども、それのまあてっちゃんバージョンで、まあ1両だけ、はい、もう何をしてもいいという、はい床に耳をつけても OK、 もう音をとってもいいし、 M 社だな、 M 社、何をしてもいい、最終的には切り離されてどっかの車庫に入ってそうです、もうそれは突報です、突報で突報の方にだから入れ替えも見たいでしょとかなんか言いながらねじゃあこれ、はい、鉄じゃない人が入ってきちゃったら大変なことになっちゃう、そうです、ね、俺なんだこれはってなんだこれ、何してた、みんな床に耳をつけてどうしたんだっていう、はい、間違って入った瞬間に出ちゃうと思いますあれこれなんだ、やべえじゃん、やばいよ、おかしいおかしい、ただね、これは僕あの全国の法案で、はい、ちょっと、はい、ハードルが高いかなといきなりやるのは、はい、なので僕結構あの狭い区内をちょっと攻めようと思う、はい、これから本気です、はい、これからマジの、はい、もうピンポイントの、はい、僕神奈川県にぜひ、はい、これはだからあの法案じゃなくて条例ですね、もう条例、条例、はい、条例をね、はい、条例をね、こちらですね、こちら、はい、ベイスターズトレイン導入条例というこれ、はい、私ね、ベイスターズがすごく好きです、大ファンですもんね、まあ、皆さんこれ、神奈川ですからね、あのもうベイスターズのお膝元、ああすごい、ベイスターズ、はい、お持ちの方も、はいはいはい、横浜ベイスターズ、ね、これちょっとあの写真をじゃあ見せていただいて、はい、ベイスターズトレインってみなとみらい線でね走ってます、これもう僕これにね乗るとベイスターズが勝つっていう縁起のいい車両なんですけども、あら素晴らしい、これをですね、はい、次お願いしますね、はい、これ、あ、じゃあ1個前を持ってください、はい、これ神奈川県すべての路線に導入いたします、すべての路線、すべ、はい、ての路線、神奈川に少しでも入ってたら、少しでも入ってたら、これまずじゃあ一覧見てみましょう、こちらですね、はい、はい、神奈川県のすべての路線はこれめちゃくちゃありますね、めちゃくちゃありますね、東海道本線、南部線、鶴見線、はい、横浜線、根岸線、はい、横須賀線、相模線、そうです、中央本線、はい、中央本線、御殿場線、はいはい、中央線もか、これはもう相模原線、ロープウェイまでいっぱいありますね、これケーブルカー、もうこれすべて神奈川を通る路線はもうすべて1編成は湘南モノレール、ロープウェイ、ロープウェイ、え、これしかも東海道貨物線、はい、東海道貨物、はい、貨物はどうするんですか、このベースターズ、これはもう神奈川ですから、高島線も入れます武蔵野南線、武蔵これ何さんですか、南線、はい、あとこれ、はい、神奈川臨海鉄道、はい、そうですこれもね、あと下ちょっとニコ生さん切れてるかもしれませんが、東海道新幹線もね、新幹線これ、神奈川通ってますから、これ全車やったら大変ですよ、東海道新幹線ただこれまだから京都まで行っちゃいますからね結果ただですね、これもうあの神奈川県でベイスターズの車両が走ってるのはいいと思うんですよ、はい、ただこれどうしても東京都の方に入っていっちゃったりすると、そうです、ね、はい、ジャイアンツのファンの方とか、スワローズファンの方とか、そうですね、東京はいろんなファンの方がいますから、もう神奈川県限定で走らせようと、どうすればいいですか、神奈川オンリーで走らせたいのと思いまして、だからもう東京に渡る手前で必ず切り離しか折り返しをします、切り離しか折り返し、揉めないために
揉めないためにね。なかなか運用が大変だ。じゃあ京急さん見てみましょう。はい、これは京急川崎にて連結切り離しを行います折り返しもいたしますね。これ川崎から三崎口行きとかね、小島神殿とか裏側、もう絶対に東京に入れないように。絶対なんですね。ほぼあんまりどこにも行けないじゃないですか。いいんですよこれはね。だからまあ研究川崎はね、連結切り離しの実績がありますから。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、東横線でございますけど、これ新丸子です。新丸子これは東京行っちゃいますから、新丸子越えちゃいます。多摩川じゃダメですね。多摩川じゃダメですか。で、新丸子はあそこ保線区がありますから、あそこでちょっとなんとかこうね、折り返し施設を作りましてですね、新丸子発元町中華街行きのトイスターズトレイン。神奈川限定ですから、絶対に。限定なんですね。これ、はい、そして次行きましょう。問題がありましてですね、小田急線なんですよ。難しい。これが難しいんですよ。小田急線、町田問題だ。そうです、町田問題があるんです。東名高速走ってると、神奈川県に入りました。東京都に入りました。そうなんですよ。上り戸から先、神奈川県に入りますけれども、これ、鶴川、玉川学園前、町田っていうのは東京都なんですよ。そこは避けなければいけない。町田が神奈川県になればいいんじゃないの？あ、それもいいですね。また国を動かす方向になってきちゃいました。そろそろ日本鉄道通らしい。ねえ、そうなんですよ。だからまあ小田急線の場合こうなりますね。はい、次じゃあ行ってくださいね。上りと柿尾間とですね。柿尾。相模尾の小田原間。渋いよ。分けちゃうね。柿尾できますなんか。柿尾止め。柿尾。これはやっぱり本線折り返しじゃないですか。そうです。これは結構だから逆進しないとダメじゃないですか。はい、かなりハードルが高いですね。相模大の小田原は余裕ですけれども、上りと柿尾間にベイスターズトレインを走らせるのはちょっとね、大変なことで。で、一番大変なところ行きますね。はい、はい、これがですね、はい、中央本線です。はい、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 これしかないじゃないですか。これしかないじゃないですか。そうです。これ中央線は2駅しかないんですよ、これ。相模湖と藤野駅しか神奈川県じゃないんですね。で、隣の高尾は東京駅ですし、東京都ですね。上野原行っちゃうと、山梨県になっちゃうので、山梨県になりますよね。この間だけ2駅しかベイスターズトレインを走らせません。そうなると、これはちょっとさすがにまずいなと思いまして、ちょっと考えましたら、はい、結論をじゃあ行きましょう。はい、結論といたしましては、まずは京急さんだけでもお願いします。はい。これはちょっといいんじゃないですか、ベイスターズトレイ。はい、じゃあ以上でございました。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。どうも。すごい、ミーは素晴らしい支持率。神奈川推しの、神奈川だからですよね、神奈川だからこそ磁場をね、うまく。あと熱弁されてらっしゃる時の、吉川さんがね、めっちゃリアルなんですよ。ニコ生さんで、ユーザーさん見ていただくと分かるんです。なんか寄っていただくともうね、党員にしか見えないです。もう政治家の先生、政治家の先生。だからもうね、ぜひ神奈川2区から、私ね、ここ2区でしたっけ。神奈川2区ですよね。2区でしたよね。菅さんのとこでしたよね。菅さん、菅さんライバル強烈ですよね。もう菅さんと絶対勝てませんけどね。現役の官房長官です。そうですよ、官房長官ですね。ガチ勝負で、そうですね、ベイスターズトレインで、ベイスターズトレインでいきたいと思います。はい、そして一方でちょっとカジュアルな、はい、維新派の、はい、岡安さんからは、あ、僕、はい、はい、法案が、岡安先生からね、岡安先生、ね、目黒コム支部、これホリプロですね。ホリプロコム、ホリプロコム、はい、岡安先生、じゃあ岡安さん、じゃあ出していきますね。はい、僕はもう法案こちら、わかりやすく、わかりやすくこちら、ふるさと納税ならぬ、はい、はい、ふるさと切符制度、ふるさと切符制度、これはもう本当地方とか、やっぱこのお金がない自治体じゃない、鉄道会社とかいっぱいあるじゃないですか、はい、そこにこう分配できるように、あ、はい、ふるさと納税ってすごいいいなと思ってたんで、これをあえて鉄道の切符の方にしました、はい、ちょっとね、具体的に図にしましたが、はい、具体的にこちら、はい、はい、例えば、はい、例えば、はい、山手線乗るときに南阿蘇鉄道の、うん、切符料金で乗る、そうするとそのまま南阿蘇鉄道さんにお金が入るという仕組みですね。だから山手線は完全に損をします。これガチですね。完全に、なんで完全に無料で乗せてるような状態なのか。そういうことですよね。でもこういうふうにやると制度として整っているから、何らかの利益は受けられるっていうことですか。
それえ、なんですか？制度として整っているから後から入るっていうことですか？ JR 東日本さんには。 JR 東日本さんには1円も入りません、これは。入らないの？入りません。あのもうそう、なんかいろいろあったんですけど、その何割買おうとか、はいはい、それ考えるのめんどくさくなっちゃって、もう全部全部入ります。分けるんじゃなくて、分けるんじゃないですか、全部入ります。分けるんじゃなくて、もう気持ちだ、気持ちで応援してるってことですね。まだ、はい、でもまあ、あの期間とか決めてね、1か、はい、年に3回1ヶ月間だけこういうふるさとの寄付制度をやって、なるほど。で、切符を買った人には記念切符だとか、はい、あとご当地の美味しいものが届くっていう。あの定期買った方は、はい、区間によって定期券購入した方は、はい、ちょっとこういった名産品ももらえるっていう名産品が届くと、はい、これなんだろうな、はい、これいろんな、だからいろんな鉄道会社さんの、はい、をあえて買ってみるという、うん、あー、でもこれちょっと美しいですね。これはでも美しい。これどうですか、皆さん支持率は。 ありがとうございます。おー、ね、よかった、賛同いただいてますね、これ差額にすればいいんじゃないですか。あ、差額、そうですよね。あ、でもそれ計算とかすごいめんどくさいんで。もう全部、そうそう、ここは修正法案を、修正法案アドバイスお願いできますか。そうですね、はい、これあのやり方あると思いますよ。おお、ふるさと納税が実現できてると同じやり方を取ればいいと思いますから、はい、まあ、例えばその山手線にその南阿蘇鉄道の料金で乗った人に分だけは、はい、JR 東日本黒字出してますから、そこのところを経費として計上して、はい、あの税金を少し減税するとか、はあ、そういう連動性を取ったりとかですね、そういったことであのお金がもすごく余ってる鉄道会社さんに減税 の、うんうんうん、あのやはりこう妙薬を与えつつ、気がついたら 南阿蘇鉄道なんですけど、ただあれね、本当に今部分開業しかしてないですからね、一番きついと思いますけどね、はい、そういった意味ではでもちょっと総裁がおっしゃると一気に現実味が出てそうですね。いや、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。総裁やっぱりコメンテーターの仕事が多いから最近ね、すごいですね。本物の人だから。今あの先ほど一部あの町田氏に対して不穏当な発言がありました大変申し訳ございません。もうね、お住まいの方には本当に申し訳ございません。影響力が本当にすごいですからね。もう最近ちょっと新聞とか出ちゃいますから、やばいですね今日ね。もう本当にマジですからね。ツイートでお願いします。ありがとう、お付き合いいただいてありがとうございます。最近でもコメンテーター呼ばれなくなりましたよ。え、本当ですか？全然来なくなりました。ミスターさんで、多分きっと、出てないですか？ちょっとも面白くないからでね。いやそんなことない。いや、むしろだってね、総裁がリアルにあのホームドアだったりのあの開発で、もうあの鉄道事業者さん寄りになられてるからっていうのもありなんですね。だってこのこういうイベントに出るのも今日が最後かな。そんなこと言わないでください。違いますよ、楽しくて大丈夫ですよ。コメンテーターとしてもね、某議員を追及したりいろいろなさってましたからね。某議員、そうですね、某県議をね、はい、国際一方の議員。余談なんですけど、真面目にあの国土交通省のワーキンググループとか行くんですよ。前にこういろいろ置かれるじゃないですか、はい、あそこに日本鉄道党って書きたかったんですよ。ダメダメ、そんなとこに書かなくていいです。ねじ込まんでください。公式なとこへは僕らが困りますけど、公式は NG。 株式会社音楽家無害やみのるって書かれる。そしたら南野さんがプレゼンしに行かなきゃいけない、ね、国土またこれの説明しに行けない。説明しに行かない。ニコ生はオフしてってまた言わなきゃいけない。却下されます。なんでニコ生やってるんですか。でもね、真面目にあの全部会議終わった後、うん、はい、この中で会議室で写真撮ってもいいですか、フェイスブックに上げてもいいですかって言ったら、どうぞどうぞって言われたんですよ。その時にあれ書いておいて撮って。ダメです、ダメダメダメ。それは面白かった。リアルにお仕事失われたら困ります。絵は欲しい、絵は欲しいですね。絵は欲しいですね。絵は欲しいですね。さあ、ということでですね、はい、いただきましたけれども、はい、こっからは、はい、せっかくあの、はい、ニコニコ生放送を行っていますので、はい、ニコ生を機能を使ったですね、はい、50-50 のコーナーに行きたいと思いますね。はい、これはですね、これはネット上の人も参加、ネット上、はい、ね、ユーザーさんがようやく相互乗り入れでご活躍いただける出番がやってまいりました。大変失礼いたしました。お待たせいたしました。これはこの、はい、この画面はニコ生になりますか、はい、ならないのかな。これ画面はセンター画面はならないですね。センター画面はならないですね。じゃあ、はい、じゃああちらをご覧いただきながらでしょうかね。モニターを注目していただきます。これをこれやり方は難しいんだよね、ま、これをオフっておきます。ネット上ね、はい、
こっち回します。あれ どうやったっけな、せーのどんでどっち両方やったっけ、忘れちゃった。会場の皆さんを聞いといて、同時にネット上も聞いといて、それでその全体をせーのってやって、そういうことですね。そうですね、はい、であの限りなくユーザーの皆さんが 50-50 に近づくという方が、はい、あの可視化できますから、うん、そこであの50対50に限りなく近づけば近づくほどいいということで、はい、その人は党内で出世するということですね。今回なんかないの、商品とか。商品は、はい、商品日本鉄道とうちは行きますか。これうちは商品ってどこですか。いやいや、こっちで取材するわけだよね、我々が、ね、そうだ、我々で、我々が50対50、はい、誰かが一番近い人がなんかもらえるっていうのは、欲しい欲しい、総裁の地位を差し上げる。おい、お、総裁選、これ総裁選ですわ。総裁選、総裁選をかけるんですか、総裁選。今日慣れるかもしれないってこと。総裁選ですわ。俺らも、俺も買い得乗ってここまで来たのに結局そうか。急にここで岡安さんがやってやんよって言って、あのちょっと待ってください、まだ、ちょっと待って、はい、話の整理がつかない、ですね、まずこの二人はまだ党員にもなってないのに、急に総裁になっちゃう、党員になる前に先に総裁になれるかもしれない、そんな飛び級制度が、わかりました、受けて立ちましょう、はい、それではガチの、リアル日本鉄道党総裁選挙がただいま始まりました。皆様拍手。総裁の地位を、今日本鉄道党はですね、はい、派閥ができてしまいました。私たち主流派である向谷派、ね、そしてこちらに太田プロ系の太田派、ホリプロ系の堀派、はい、堀派、この3つの派閥が今、はい、この日本鉄道党をどう持っていったらいいか、もうしのぎを削ってる最中でございます。これはで、とうとうこの公開総裁選挙が、なるほど、本日この上大岡京急百貨店この特別催し物売り場の中で、はいはい、臨時党大会が結成されたことです、はい、ということでございましてですね、フィフティフィフティで一番近い人が次期総裁、任期何年ですか、任期、はい、任期は4年、長いよ、長いよ、そんなのあるわけですよ、リアルですね、多分このイベント来年もあるでしょう。そうですよ、じゃあ任期は1年、1年か、1年にしました、1年、任期は1年、はい、何人出すの、野崎君もやるよね、それぞれ1人ずつ、それぞれ1人ずつ、じゃあ久野さんもやってよ、この派閥からは1人ずつ、あ、じゃあ南田君も自分でやって、はい、僕も出しますよ、そうそう、わかりました、じゃあおのおので、これはすごい面白い、これはようやく俺もフリーになれる、いい機会だ、イエーイ、何をおっしゃいますか、古典ですね、はい、じゃあ、はい、ちょっとじゃあ向井総裁は一番最後ということで、総裁は最後です、何にも考えてない、じゃあ行きましょうか、じゃあ誰からいきます、50-50、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、はい、あ、岡安さん、はい、じゃあ、まあ、京急さんはそのイエローにがあったり青があったりあるじゃないですか、はい、はい、次色のカラーリングがありますね、はい、次あの色を変える車両、はい、こちら800型か、800型か1500型か、おお、1500型か、結構いいっす、800はこの間800今買えます、特急色は出ましたけど、あのリバイバルのじゃなくて、じゃなくて、あの全く色を、ね、全く変えるイエローハッピートレイン、ああいうのにする、もしくはブルースカイトレインみたいな、800か1500か、おー、これは800か1500か、もういいでしょう、はい、もう総裁選挙かかってますからね、いいか、それじゃあちょっと質問、はい、はい、質問の入力を青年局長より終わりましたか、はい、じゃあ、1800と21500みたいな見えますね、だんだんお前東部みたいになってくる、ね、5万50とか1万1000 、はい、はい、じゃあ京急で次色を塗り替えるのは、はい、じゃあどうしよう、みんなね1と2という、あの指で出します、指で出していただくですからね、はい、1800、2500です、はい、それでは会場の皆さんどうぞ、どうぞ、おお、どう、おお、これは2かな、はい、それではネットの皆さんどうぞ、どうぞ、ネットの皆さん投票してください、投票してください、投票してください、皆さんの民意はどうだ、どうだ、ユーザーさんが主役です、結果をじゃあ出しますよ、はい、どうぞ、お願いします、なんで出ますでしょうか、ちょっとじゃあ、皆さんいつものやってください、あの、はい、いつもの答えは出た、はい、あ、出た、1500、2番、皆さん、皆さん、2番の人が、2番の方が、そうですね、1500が
62.1%、 800型が 37.9%、 ということですね。じゃあ2番の方が多数派ということで、はい、そうですね、こちらで、皆さん2番は挙げた人も何も商品はございませんので、ありがとうございます。ちょっと書いてすみません、書いてくださいね。何パーセント、お返しさんが今聞いちゃったよ。 62.1 と 37.9 だったかな、今。 62.1 と 37.9 ですね。これで、彼の総裁の目はほぼないね。なるほどね。いやいや、はい、じゃあ次、次、僕行きますよ。はい、はい、お願いします。僕、鉄道川柳っていうのを読んでまして、はい、たまたま駅名が575で並んでる駅をあの読む読み鉄なんですけども、はい、読み鉄ですね。はい、そのじゃあ、はい、今から2つの京急川柳を言いますので、はい、どっちがいいかっていうのをじゃあ、 あの皆さんに問いたいと思います。はい、じゃあ一つはですね、大鳥居穴森稲荷天空橋、これがね、美しい大鳥居、はい、穴森稲荷天空橋、これはやっぱいいですね、これね。この並びが本当に美しいですよね。神社の感じとか、それから羽田へ向けての、ね、はい、とってもいいなっていう、はい、旅情も感じますけれども、そうですね、はい、いい句ですね、いい句ですね。もう一つがですね、なんか違う NHK さんの番組みたいになってますね。はい、もう一つ、はい、はい、もう一つはですね、津久井浜三浦海岸三崎口、これがもう、これも終点でございますので、あ、そうですね、津久井浜、俺小学校の時よく泳ぎ行ったな、そこ。そう、そういう切符出てたんだよね、海水浴の切符、はい、そうですね、津久井浜いいとこだったな。今もいいとこなんですけど、これ両方とも京急川柳、はい、素晴らしい、じゃあ一番おお、すみません、はい、失礼いたしました。大丈夫ですか、はい、それでは行きましょう。1番が大鳥居穴森稲荷天空橋、2番が津久井浜三浦海岸三崎口。それでは会場皆さん、どうぞどうぞ。お、さあ、なんか結構綺麗に分かれてますね。これは分かれてるな。はい、分かれてますよ。それじゃあ、分かれてますね。ネット上、ネット上、入れてくださいね。入れていいですか、いいですか。すぐやってください、ネット上。入れてくださいね。時間かかると分かっちゃうんで。はい、オープン、オープン。おお、これは 52.1% と 47.9%、 すごい、持って帰りそうだ。これはさあ、総裁が大手かと、これはもう私はもう諦めました。長いお付き合いでしたが、総裁を諦めるしかないと。いいじゃない、これ。これすごいですね。いい感じでしたね。これはちょっとすごいですよ。いや、これはちょっと来ましたね、これ。僕、これは大手です。いいですかね、主流派呆然です、今。主流派今、必死に頭の中で、これね、はい、引退だね。いやいや、でも、でも今ここでね、いや、これを超えるの無理。今でも相当実る相談役、はい、相談役っていうのが出てきました。相談役、相談役、相談役じゃない、収入、相談、陰性、まるで陰性じゃないですか。いや、よくあるのね、最高顧問、最高顧問、それがいいや、言葉条項じゃないですか、最高顧問。はい、じゃあ次は、じゃあ、野崎くん、はい、次はじゃあ野崎さんですか、はい、私行きますか、はい、はい、あ、じゃあ南さんね、じゃあ私行きますか、はい、じゃあ私、じゃあ行きますね、はい、南さん、私、京急では、はい、京急では、ウィング号が、はい、走ってますが、はいはい、ウィング号の行き先を、はい、追加するとすると、はい、追加するとすると、1番、はい、1番新寿司。おお、なるほど。あ、うん、もうすでに指示が、拍手が湧き上がってますね、うん、新寿司に寿司になって面白いね。新しい寿司、俺今日夜寿司にしよう。一番、俺寿司だ、正解中の、はい、入力画面がね、皆さんに一番、新寿司、新寿司、はい、はい、新寿司、はい、二、はい、番、二番、はい、二番、裏が、裏が、裏が、なるほど、これも分かれそう、分かれそう、まあこれなかなか面白いとこついてきたね。ウィング号の行き先はね、なるほど、俺意表ついてなんか無理やり乗り入れて小島神殿とか言うのかなと思って期待したんだけど、私も一気に外しに行かれるのかなと思ったんですけども、編成短くしてね、これはちょっと総裁取りに来ましたね、取りに行ってますよ、本気のやつですよ。ウィング号じゃなくてウィング号ライトとかウィング号スモールとか作ってスモール、まただ、もうマイク落としまくり、落ち着いてください、マイクの音なの、びっくりしちゃった。
はい、それでは皆さん、じゃあ、1番、新寿司、2、浦賀、どちらでしょう。はい、これ悩んでます。あら、あらららら、分かれてる。あら、すげえ分かれてる。いい感じに分かれてますよ。これ、今までにない。それでは、結果。はい、結果を見てみましょう。はい。はい、結果です。はい。結果を、答えを、お願いします。どうぞ。はい、新寿司が 37.3%、 浦賀が 62.7%。 いや、だからここに小島神殿入れとけばよかったんだよ、これ。小島神殿で試しにやってみますか。いや、やらなくていいです。ウィング号行くには距離短すぎますから。小島神殿、小島神殿、あえてのね。いや、素晴らしい。でもここで、そうなりますと、南、青年局長は岡安党員候補よりも、ごめんなさい、ポイントが低いです。そんなことない、そんなことない。 0.2 ポイント、僕のが上だ。あー、0.2 ポイントね。そういうことです。ちょっとね、これもしかしてパーセントどんどん開いちゃうと役職の落下率がどんどん上がる。やばい、男性局員ってことなんで平になっちゃう。青年部長補佐とか、青年部長補佐、副部長とかね。副部長、やばい、微妙だ。じゃあ次行きましょう。はい、そしたら副総裁。はい、副総裁いきますか。面白いな、これ。どんどん、じゃあですね、何考えよう。上岡に京急デパートありますが、他に京急デパート建てないなと。建てたいな、なるほど。もうちょっと東京寄りに作りたいなと思って、その2つ駅を出します。はい、それをどちらかということ、どちらかということで。はい、では1番、はい、青物横丁。青物横丁、意外なところに来た。青物横丁、青物横丁、意外なところでいきますよ。2番、はい、平和島。ああ、でも平和島、どうでしょうかね。これも迷う。島と青物の横丁はこれ、すいません、全国でニコ生ご覧の皆さん、かなりローカルになってまいりました。青物横丁と平和島、ローカルネタでちょっと分からなくさせるという作戦に。サメズが良かった。サメズがいいじゃねえの。いや、サメズ列車に抜かれるよりも百貨店とかそういう感じだ。そうですね、あなたの待ち時間でお買い物とかね。最初サメズにしようと思ったんですけどね。あなたの待ち時間でお買い物いいですよね。いいですね。そう、逆転の発想だよ。さすが総裁。ね、特急停車駅だけに作らないで、あえて、あえてガンガン抜かれるサメズに。サメズに。サメズ。いや、いいです。どうぞ、青物横丁。じゃあ、会場、会場皆さん。はい、じゃあ、会場皆さん。1番の青物横丁だと思う方。1番。2番、平和島という。平和島。2番、平和島。平和島。はい。あ、平和島。これ、あ、これだよ。これ、下手すると、野月さん。最高落下速度になるかもしれないよ。いや、はい、でもね、これニコ生の皆さんは、わりかしこの地位関係がわからない場合がありますから、じゃあ結果見てみましょう。はい、結果を、それでは皆様、じゃあ結果を出しましょう。結果、投票開始。どうだ。おお、すごい、すごい、46.1%。すごい、平和島が 53.9 ですか。いや、楽屋にはすごいな。楽屋には冷めずにしてたんですけどね。冷めずちゃんと、いや、これ冷めずにしといたら多分 50.2 ぐらい。 50.2 に行ってましたからね。確かにこれは、いや、ちょ、いい質問だったじゃないですか、今のところ。はい、このネット上の人たちもこの青物横丁と平和島を認識されてるっていうこの事態自体がですね、京急の株価に影響するような気がします。なるほど。でもユーザーさんから、どっちでもいい問題を出せばいいんだなというですね、また置いたコメントをいただいてる。まあ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 ですね。はい、最後にさ、はい、上位2人の決戦投票、やりました。ただ人の名前でどっちがいいっていうのをネットで、なるほどなるほど、みんなで、なるほど、そうしましょう。そうしましょう。じゃあ、会場票が5割、ネット票が5割で、そうですね。はいはい。さあ、今上位2人だけね。どうしますか。今のところね、この2人だね。はい。1位2位だね。はい。じゃあ、黒さん、黒さんやる。はい。黒さんやりますね。はい。じゃあ、どっちでもいい問題ということで、私取りにかかります。お。はい。
で、あの、私ごめんなさい、他社線なんですけれども、あの TJ ライナーでしたりとか、はいはいはい、西武線の52席の主婦アナウンスをやらせていただいているので、はい、ちょっとアナウンスのネタで、はい、はいはい、あの京急線これから英語の自動アナウンスだったりとか取り入れることになると思うんですけれども、うん、終着駅の言い方が電鉄さんそれぞれあります。で、私あの勝手に車内でリスニングをするんですけど、はい、ファイナルステーションかラストストップかどっちがいいかという、うん、ほら、どっちでもいいでしょ。いや、分かれそう。どっちでもいいでしょう。ラストストップ、すごいの来たね。はい、それぞれきっとこだわってらっしゃるんだと思うんですけ ど、 ど1番ファイナルステーション、はい、で2番がラストップ、ラストストップで、はい、ラストストップ、ラストストップ、ラストストップ is ミサキ、This train is terminated って言ったらないんだ、こういうの。ターミネートもありますね。もしくはファイナルステーション、はい、はい、じゃこれ面白いですね。いや、これこれは日本人の英語力が試されますね、これね。そうですよね、そうだ、それもあるかもしれない。はい、1番がラストストップ、あ、ごめんなさい、ファイナルステーション、はい、2番がラストストップです。です、さあ、会場のメインはどうだ、1か2か、あらら、お、これいいよ、分かれてる、分かれてますね、分かれてる、おお、それじゃあネット上、うん、即、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします、どうだどうだどうだ、あらこれごめんなさい、ラストストップ、ラストストップが多いんだ、ラストストップが多いですね。そうか、まあでもこう英語表現としてはラストストップ、ストップの方がよりいい、そうか、黒さん英語うまいからね、すごい喋れるから、そうだ、はい、2なんです、意外な、意外なデータがありましたね、意外な結果ですね、だから、あ、でもよかった、みなみなさんよりはポイントありますね。あら痛い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 、皆さん逆転だ。これでもちょっとあれだね。はい、総裁じゃあ最後。最後。最後総裁。俺、はい、危険して帰ってもいい？ダメ。ね、最後。あんま思いつかないよもうこれ。俺はあの小島神殿とサメズだったらどっち行きたいとかそんなこと聞きそうだ。じゃあね、ちょっと今、はい、ジャストアイディアです。ジャストアイディア。はい、まあ、あえて、はい、観光列車を、はい、京浜急行が気合を入れて作ったとして、はいはい、2つの観光列車のバージョンをご用意いたします。はい、そのどちらがよろしいか、はい、1、これはですね、マグロによる私服っていう列車でございます。あれなんか聞いたことあるよね。なんかいや、あの研究局はマグロに結構力入れてますね。はい、そうですね、三崎口のね、あのマグロなんちゃらとかいろいろ、でもそれ徹底的にマグロ塗色の、まあ列車自体も赤身、今あんまり変わらない、1号車赤身、2号車中トロ、ね、3号車大トロみたいな形で、それぞれに赤身、中トロ、大トロで、まあ、あの料金がちょっと違うんですよ。赤身しか食えない人はですね、結構庶民派なんですよ。なるほどなるほど。でやっぱりリッチなのグランクラスみたいな座席になってるところで、大トロばっか食って、こうちょっとこう京浜急行内をこうずっと、これは京浜しかできないですよ、これ。そうですね。同じ私服でもマグロはね、京浜しかできない観光列車のマグロによる私服。はい、なんかいい企画だね、これ。いいですね。いいですね。これ採用か。これね、だって赤い電車だよ。そうですよね。なんで今まで赤身とか中トロの列車走らせなかったんですか。そう、切り身、切り身列車。ねえ。切り身列車。あとあの、マグロの解体ショーなんか入っちゃったりしないから。あ、車内で。あの、サメズで、サメズで停車してる間に全部突っ張りますみたいな。刃物を使うときはサメズ。サメズがほんと、ね、実は僕のあの、母親の実家がサメズなんですよ。そうなんですか。サメズの、あの、親戚の方見てますか。これ1、2、はい、これはですね、はい、京浜急行のアドバンテージは何かっていうと、はい、空港間をつないでるんですね、うん、そうですね。で世の中にたくさん観光列車がありますが、まあ、一部そういう解釈によれば乗り相互乗り入れと言えないところもないんですが、はいはい、もう完全にもう相互乗り入れをガチでやる観光列車、ガチでやる、つまり京急、都営、そして京成、はい、これをつなぐこの空港間をつなぐ、いわゆる80日間世界一周の旅チックな空港ラウンジ、自由にお使いできるあなたもリッチな旅人用列車っていうのはどうですか。これはですね、すごい、羽田空港も国際線の方に泊まりまして、はいはい、国際線のファーストクラスしか使えないラウンジで、好きなマグロが食べられる、どっちもまたマグロ、またマグロも忘れない。そして成田に行ってもですね、成田空港国際線ターミナルのファーストクラスラウンジで好きなだけこういろいろいける、もうフリーで飲食ができる、
この2つ、まあ、いわゆるこれはですね、クラス的にはですね、どちらの観光列車も7つ星を意識しているという意識した感じです、京浜急行ができる最高の観光列車ってことですね。なるほど、マグロに寄ると空港ラウンジ列車、この1と2、はい、どちらに皆さん乗りたいでしょうか、はい、それでは皆さん、よろしくお願いします。どうぞ。さすが。あ、1と2と分かれてるぞ。結構割れてますね。すごい、ちょっと迷ってこうなってる人が、はい、それではネットの方を見てください。はい、お願いします。どうぞ。お願いします。おー、惜しいな。俺も近い。近しい。55.4%ってことはですよ。私、最高顧問に引き下がることになりました。いやいや、これね、なんでこうなっちゃったかね、これ、マグロの方に俺自分で説明力入れすぎて。今日食べたいものの方に。もっとあっさり、誰かが寿司って言っちゃったもんだから。寿司から。で、おまけにね、これ絶対企画として面白いですよ。赤身列車、中トロ列車。いや、いいですよ。オートロ列車。オートロ列車。いいですね。釜とかもつけるんですよ、釜。そうだよね。釜SL でね。SL つないで。ということで、はい、ということで、決選投票になりましたのは、2人残りました、次期、1年間人気の総裁候補でございます。党員になったかどうかわからない。まあ、まさにトランプ氏もですね、別に共和党員じゃなかったのに、最終的には共和党の候補になって、大統領になる、もう大逆転でございました。日本もそういった政治の流れがあるんだなってことを今、痛感しております。ということで、まあ、トランプチックな、ね、状況と、はい、それから今までずっとその立場を死守されておりました、はい、まあ、いわゆる主流派の一人である方との二人のですね、はい、決選投票、行ってみたいと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、それでは選択肢に俺じゃないよ、うん、はい、じゃあ選択肢に、あ、はい、野月さん、野月さん、向井さんを外し、野月さんと吉川さんということですね。そう、でもね、どうしてもね、僕を残したいったら選択肢3に入れてもいいけどね。あ、それもいいな、3にしますよ。俺3人でやりましょうかね。3人でやりますか。3人で上位3人でやりますか。汚ねえって言われてもしょうがないですね。これは僕一番票が割れる立場にいるな、これ。それでは、次期総裁誰がいいか、はい、1番吉川さん、2番野月さん、3番現役の、はい、手を皆さん挙げてください。どうぞ。僕の票はでもちょっとこれ、あれ、割れてるね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ意外と鉄道吉川さんが多い。改革を。あ、2番が多いかな。あれ2番も、あ、野月さんも来てますね。3番も、2番3番が拮抗ですね。これやばいぞ。はい、それで1番もいますね。それじゃあこれネットで C を消しましょう。どうぞ、どうぞ、お願いします。さあ、これで日本鉄道との未来が、やはり向井屋さん、ごめん、向井屋さんでしたよ。ごめんなさい。よくある、今まで戦ってきた最後の問題が100点ですみたいなやつ。やはり倍率ドーンでしたね。やはりあれですね。いい民意には逆らえません。私、今年で最高顧問になろうと思いましたが、はい、あと1年、頑張ります。どうぞ皆さん、日本鉄道党のさらなる躍進に力を貸してください。ありがとうございました。いや、本当に、ちょっとコメントで、飛んだ茶番って。とんだ茶番言われてます。とんだ茶番って言われてますよ。いいな、いい党ですね。でもいい党。そうですね。しかもとんだ茶番におよそ20分円でご乗車いただきます。皆様に本当に茶番を、はい、すみません、本当熱くお礼を申し上げます。どうも大変失礼いたしました。ありがとうございました。本当に楽しかった。はい、さあ、ということでステージイベントはこれにてお開きとなりますけれども、ここでおのおのね、年末の大お知らせ大会ということで、はい、せっかくお越しいただきました、ちょっと総裁は逃してしまいましたけども、じゃあ吉川さんから。あ、僕は、はい、TVK テレビ神奈川で、はい、12月30日に横浜 DeNA ベイスターズ特番に出ますので、はい、おー、ありがとうございます。夜7時からゴールデンタイム、夜7時から3チャンネルですよ。3チャンネルね。あと、はい、週や、お正月ぐらいに BS12 日って12チャンネルで、はい、鉄道一人旅一挙放送っていうのがありますので、鉄道一人旅一挙放送、すごいですよ、大人気のシリーズ。いや夜中にもう3本ぐらい流れるのか確か。よかったら見てください。はい、ぜひご覧ください。はい、来年はベイスターズが優勝します。ありがとうございました。ベイスターズ愛もすごい吉川雅弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
では続きまして岡安さんからもお願いします、はい、僕、スカパーの鉄道チャンネルで、はい、岡安明義の鳥鉄道っていう本当に写真をずっと撮る番組をやってまして、はい、多分来月1月はな九州の方にロケ行って、はい、いろんな 車両を撮ってきましたので、はい、ぜひそちらの方を見てください。本物の七つ星だったりとかも七つ星を、撮りまして、自分が映り込まないように、あれ映るから大変ですよね。確かに見逃しますから。いらねえやつ映っちゃったよって言って毎回撮ってたんですけども、はい、それを外して、撮ってますので、ぜひ。なるほど、素晴らしい、はい、ご覧ください。ありがとうございます。岡安明義さんでした。はい、さあそして野崎さんからもこの後物販もはいありますし、お年末年始の大イベントですね。そうですね、この後物販は最新のアルバム2017モーターマン持ってきておりますので、はい、発売10月19日に出たばかりでございますので、ぜひご利用ください。今日限定のまたキーホルダー、あるいは架空のホテルチェーン、はい、スーパーベルズインのタオルも持ってきております。ああ、ちゃんと神岡店って入ってますからね。いろいろな店がある中で、店舗がある中で神岡ちゃんと入ってます。あとはイベントでございますが、はい、年明け、いつも恒例でやっております、ワンマンライブとワンマンライブ鉄道ナイト、はい、1日で両方開催するというですね、終日運行スペシャル。終日運行スペシャル、はい、こちら、東京カルチャーカルチャーで開催いたしますが、はい、カルチャーカルチャーですね、はい、お台場から渋谷に新装オープンとなりましたので、はい、オープン後初のイベントとなっていますので、はい、15時から、ライブ18時から鉄道ナイトということで、はい、E プラスで発売中でございます、はい、こちらの投資券で買っていただくと非常にお安くなるんですね。そうですね、はい、投資券の方がなんかですね、1000円ぐらい安くなると言ったりですね、かなりのサービスになっておりますので、はい、はい、入場も優先となりますので、はい、ご利用くださいご利用くださいませ。配信してくれというリクエストもありますけれども、まあ、現地これはぜひ、ね、そうですね、一回配信したことあるんですけどね、はい、ちょっとぜひご覧いただいて検討してみます。はい、はい、さあそして南田さんからもお知らせありましたら、はい、はい、そうですね、はい、鉄道を訪ねて3000里という書籍がですね、はい、もう発売して1年以上経つんですけれども、はい、まだ地道にやってまして、はい、よろしくお願いします、はい、ということと、百貨店内の書籍売り場で本屋さんが、ね、はい、ありますから、はい、お買い求めいただいて、はい、というようなことですかね、はい、まあ、あとはね、はい、まあ、いろいろと、ホリプロアナウンス室の告知一応しましょうか。そうですね、はい、いやそれよりもねそれよりもね、はい、それよりも、はい、ちょっと50-50がちょっとショックでいつまで出た、いつまで引きずる、みたいなのもね、大好きだからね、みたいなさ、もういや俺ね、クイズとかも小島神殿と、はい、千岳寺にすればよかったと思って、あこれやっちゃうんだ。またでも次回ね、はい、MC ホリプロアナウンス室、はい、たくさんタレントいますので、ちょっとついでに言ったみたいなのやめてください。ぜひですね、久野さん含め、私も含めて、ね、横浜で言うと、はい、FM 横浜でね、はい、今日吉村民というのが生放送やってまして、あ、はい、タミ、ね、ちゃん、歴史好き、ね、TVK のマリノス番組では小山愛理ちゃんがやってまして、はい、みたいなねことがね、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、あと総裁の方から、はい、そして総裁の方からは、はい、あと本と CD の物販がこの後、あ、そうですね、はい、向かいや僕の出したね、青春の60切符っていうね、はい、新刊と本がありますので、はい、まあ、それと、まあ、CD も今日持ってきたんですけど、まあ、はい、今後の予定なんですけど、はい、ニコ生はですね、1月2日1月2日からやられるんですか。3世代家族麻雀生10期のこれ超面白そ う, これ、ね、面白そう。今年はちょっと思考を変えましてですね、はい、3人麻雀だったのが4人麻雀になるんですけど、はい、4人ですね、4人目の人がすぐ帰っちゃうので、はいはい、4人目はネットの皆さんに配慮してもらおうと。どういうことですか、そんなことができるんですか。おばあちゃんね、はい、IT おばあちゃんと言われている私の母と、はい、そして私の息子と、はい、それと私と、はい、あともう一人ゲストっていう感じ、ね、毎年恒例でやってるんですけどね、なんでこんなの宣伝してんだろうって感じ。箱根駅伝のまさかの裏で、ね、はい、100万号上がっていただいて、まあ、2017年はねちょっと真面目な話ですけど、最近新聞なんかで取り上げられていただいたの、はい、ホームドア の, ドアいろんな提案をさせていただいて、国土交通省のホームページにもちょっとそれ載ってるんで、はい、よかったら見ていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、はい、自分がやっている仕事の中で今鉄道の安全ということでいうと、ホームドアだとシミュレーターっていうのをです、ね、はい、徹底的に2017年は頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、まあ、そういうことも含め、はい、まあ、1年任期いただきましたので
まあその間にですね、解散総選挙があった時にどう対応するかっていうことはですね、皆さんから徴収する党費にかかっておりますので、まあそういうことも含めましてですね、多分2017年はですね、まあ多分鉄道ファンの皆さんにとってはとってもいい年になるんじゃないかなと思っています。というのはですね、まあ今までと違って鉄道会社の人たちがいろんなことに関して興味っていうかいろんなことやられてきてますので、それは多分皆さんの民意がですね、少しずつやはり反映しているところもあるんじゃないかなと思いますので、こういったイベントがですね、ちゃんと公認の京急の施設の中で続いてるっていうこと自体だけでもですね、今昔だったら考えられないですからね。まあそういうことでですね、2017年さらに皆さんと一緒にですね、楽しい鉄道を皆さんと一緒に盛り上がりたいと思いますのでね、皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、日本鉄道と年末総会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。総裁、サイン会はあるんでしたっけ？サイン会、この後サイン会とかね、ご予定をいたしておりますので、買った方ですとかね、はい、ご利用いただければと思います。ありがとうございます。皆さんもご参加いただけるということで、よろしいでしょうか？はい、では一度ご登壇いただきまして、給水のお時間を頂戴したいと存じます。はい、どうぞ大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。はい、名月高弘さん、岡安昭義さん、向井みのるさん、吉川雅宏さん、そして私のマネージャーでもありますサラリーマン南田祐介さんでした。ありがとうございました。新寿司裏がちゃダメかまだ言う、もういいよありがとうございました。はい、先ほどですね、吉川さんからもアナウンスのありました通り、この後サイン会をご用意いたしております。向谷さんの新刊も含めて、普段はネットでしか売っていないですね、京阪電車さんの発車メロディーのシリーズの CD も京阪さんのブースで売っておりますので、そちらもお買い求めいただきますとサインを差し上げられるということでございます。でさらにですね、東京メトロの東西線の CD もございますので、お買い求めいただきましたらこちらでサイン会を行ってまいります。そして、本日こちらのステージが最終ステージになりますが、明日も恒例となりました関東鉄アナ会議、そして初登場の松本則久さん、そしてカレッジ作者の、池田邦彦さんの登場する車両&国鉄トークショーという、こういうステージもご用意いたしておりますので、またのご乗車お待ちしております。連日私出向しておりますので、ぜひ、はい、会いに来てください。本日はご乗車誠にありがとうございました。ユーザーさん、最後に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。